All right, we will start here in the media center with Hinaka Shibuno. お疲れ様です。ありがとうございます。出だしから長いパットが入ってくれて本当にいいスタートが切れたなって中で最後まで集中力を切らさず、5アンダーで回れてすごい嬉しかったです。ちなみに今日25パットというパッティングが何かこう変えられたところとか何かこうあったんでしょうか今日は。特には変えたところは昨日とはそんななかったんですけど、とりあえずそのロングパットのタッチだったりショートパットのタッチをしっかり合わせるとか、まあ、しっかり打つところは打つっていう風に、まあ、メリハリをつけてできていたのが、まあ、今日の25パットにつながったんじゃないのかなと思います。67というスコアに関してはいかがですか。いや久しぶりの試合での60台なので、まあ、自分が思ってたよりもいいスコアが出てくれたので、まあ、正直びっくりではあるんですけど、やっぱりすごい嬉しかったですね。ティーショットも、アイアンも随分よく、はい、今日も引き続き触れてたように思うんですけども、はい、その辺のショットの手応えっていうのはいかがだったでしょうか。ヘアウェイキープ、まあ、ちょっと左に曲げたところは何箇所かありましたけど、その後でしっかり手前まで持っていってでアプローチで寄せて微妙なパットも入ってくれて、まあ、一つのミスを後のショットでカバーできてたっていうのが、まあ、良かったことかなと思ってますね。メジャーの緊張感みたいなのはご自身いかがでしたか。特にないですね。とりあえず本当に今年初めての土曜日のゴルフだったのでもう気分よくすることができました。ありがとうございます。ありがとうございます。 All right, any other questions? Please unmute yourself. お疲れ様です。ナイスプレーでした。ありがとうございます。今日は日本人で、川本選手と一緒に回られたと思うんですけども、はい、まあ、どういう雰囲気だったのかなっていうのと、まあ、なんか刺激とかお互いあったのであれば、なんかちょっとそういうことを教えていただけますか。試合でゆいちゃんと回るのはいつぶりだ。1年ぶりって言ってもいいぐらい。もう全然試合後半戦では去年回れてなかったんですけど、実はこの2週間のロス の練習の時に2回一緒にラウンドしてて、まあ、久しぶり感はそんなになかったんですけど、もう終始ずっと楽しく回ってて、もうゴルフ以外の話とかもしながらお互いバーディー取ったりしたらもうナイスバーディーって言い合ったり、本当に楽しく回れたなって思います。ありがとうございます。ありがとうございます。All right, thank you. お願いします。お願いします。この前はどのくらいのスコアで回ろう、回りたいとかそういうふうに思いながら。スコア。でも昨日の夜ご飯の時に青木コーチに明日60台出したらステーキおごってあげる。って言われたんで、とりあえず60台を出したかったです。その通りのプレーになって本当に、はい、落としたっていう感じ。そうですね。自分が思ってた以上のスコアが出てくれたし、内容もすごい良かったので、本当に、まあ、100点に近いゴルフができたかなと思います。そのグリーンの手前からのアプローチとか、すごく寄ってたと思うんですけど、はい、その時間も朝練習したり。はい。そうです。朝ちょうどどこだ、何番だ、4番5番ぐらいの40ヤードぐらいのアプローチ、ラフからのアプローチを朝ちょうど練習してて、青木コーチに見てもらいながらこうやって打つんだよっていうふうに言ってた距離がちょうど、まあ、そのシチュエーションが来たので、あ、これだと思って打ったらちょうどいい感じにこう寄ってくれたのでパー取ることができて、あ、よかったと思いました。ナイスプレーでした。明日も期待してます。ありがとうございます。ありがとうございます。 All right, next for questions, if you want to unmute yourself. お疲れ様です。Cool.
お疲れ様です。大丈夫です、はい。昨日ちょっと、まあ、自分に腹が立つっておっしゃったんですけど、はい、まあ、どうやって切り替えたとか、どのタイミングで切り替わったとかってありますかね。そうですね、もう上がってから取材の時もやっぱりすごい自分に腹が立ってたんですけど、そうですね、青木コーチと話してからかな、とりあえずもう通ったらこっちのもんだっていう風に言ってもらえてからちょっと気分変わりましたかね。そうですね、はい。じゃあ、昨日、まあ、取材の後練習したと思うんですけど、はい、練習の時はまだちょっとイライラと言いますか、いや、そこまでですね、もう喋ったらだんだんイライラも抜けて、とりあえず日没までに終わることに必死でずっとベラベラ喋りながらだったんですけど、小走りでずっとやってました。昨日は練習どのぐらいやってたんですか？どんな練習を？まあ、練習は1時間もしてないですね。パッティングのいつものノルマのやつをやって、でショットももう 2,30 球ぐらいの柔らかいシャフトのアイアンとかで、まあ、リズムをちょっと意識しながら打つ練習をしたぐらいです。ありました、ありがとうございます。ありがとうございます。では明日もう一日、メジャーの最終日になりますけども、そこを目標をどの辺に掲げていかれるかお願いします。まあ昨日の後半の分全部取り返すことが1日でできたので、まあ、明日は悔いの残らないように最後までもう明日は攻めのゴルフをしてもいいかなと思うので、しっかり攻めていいスコアで終われるように、笑顔で終われるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。All right, I believe that wraps it up here. Thank you all for joining us, and thank you, Anako. Brooke Henderson will be coming up shortly. お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は、5バーディーにボギーなし、いいナイスラウンドだと思いますけど、まず振り返っていただけますか。はい、そうですね、まあ、今日はティーショットがすごく安定してて、最終ホールぐらいだと思うので、両方の最終ホールだけだったと思うので、すごくまあ安定したプレーができたかなと思います。昨日まで一筋とおっしゃっていましたパッティングが今日はかなり、まあ、決まらなかったところももちろんありますけども、決まっていったのかなと思いますけど、その辺は何かちょっと修正とかはされたんでしょうか。そうですね、まあ、予選2日に比べて構えてから意外とこうスムーズに打てたというか、まあ、迷いなく打てて、まあ、入らなかったところもありますけど、3日間の中ではすごくいい一日だったかと思います。その安定したティーショットという意味では、そこも何かこ うまくいった要因みたいなのはあったんでしょうか。まあ、やっぱりテイクバックが長くなってタイミングが合わなくなるのが最近、まあ、悪い癖だなっていうふうに思ってたので、そこだけまあ気をつけてやるようにしてました。出だし10番11番とうまくチップで難しかったと思うんですけども、10番も11番もその辺というのはいかがでしたか。まあ、10番はあと1ヤードでも手前だったらこういい位置だったので、まあ、攻めた結果だったので、まあ、しょうがないかなというところはあるんですけど、まあ、11番は結構難しい、上げなくちゃいけないアプローチで、まあ、ずっと練習してきてたので、まあ、それがうまくできてよかったかなと思います。All right. If anyone has any questions, they may unmute themselves. お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございます。今日パットが良かったっていうので、ご自身ではその良かった要因っていうのはどういうふうに考えていらっしゃいますか。まあ、昨日終わった後修正したポイントは、少しこうボールに近く立って目の下にボールが来るようにするのを意識して、まあ、結構変えた感じがあるので、まあ、しっくりきてる部分はすごくしっくりきてるかっていうと、まあ、なかなかすぐには馴染めないんですけど、でもまあストロークはそれによってこう安定したのかなとは思います。ありがとうございました。はい。
All right. If anyone else has any questions, they may unmute themselves. お疲れ様です。お疲れ様です。後半の3番とかでちょっと虫を嫌がるような感じでちょっとアドレスを外したりするように見る場面があったんですけれども、これはやっぱり現地っていうのは結構昨日他のプロもそういうふうにやってるシーンがあるんですけど、どういう感じなんですか？特に3番、4番が多かった気がします。これってやっぱりその春の時との違いを感じるところだったりするんですか？去年の時との環境の、そうですね、去年はそんな虫いたかな、やっぱり時期の違いかなと思います。改めて、午前も午後も回ってみて、その、春先と夏の違いで、このラウンド中に気をつけたりとか、特にこう留意している点というのは何かあったりしますか？ラフが両方その4月も今の時期も深いことは深いんですけど、両方ちょっと違うグラスでこう難しさがあって、そのフライヤーとかの計算っていうのはもしラフに行った時はより気をつけるようにはしてます。ありがとうございます。All right, if anyone else has any questions, they may unmute themselves. Yes, you may.ちょっと上がいくつぐらいで終わるかは分からないんですけども、爆発したすることも可能かと思うんですけども、はい、明日はどういうふうに目指していきたいと思いますか？そうですね、今日のショットがあれば、明日あと3つ4つこうパターが入ってくれれば、もっといいスコアで回れるかなと思うので、ショットをまず維持しつつ、パッティングを思い切って打ち切れるようにしたいですね。メジャーという意味ではこの順位とかスコアとか何かこう一つ自分の中で決めていかれる目標を持っていかれるか、そういうところはいかがでしょうか？もちろん優勝を目指してやってるっていう気持ちはあるんですけど、今の順位を見るとちょっと離されそうなので、まずはトップ10に入れるように、去年とかはなかなかいい成績メジャーで残せなかったので、まずトップ10を目指したいなと思います。ありがとうございます。All right, I believe that's it. Thank you guys so much. Thank you, Nasa.